トライロインザスカイ高円寺トランポリン店主のトラですミエインザスカイでございますトライロインザスカイは自営業トラと会社員ミエインザスカイの40代ゲイ2人が時にはダラッと時には真剣にたまにゲストを呼んだりもしてあーだこーだ話す自然体無法地帯ポッドキャスト番組ですエピソード68になりました,ました、はあ、いよいよ見えてきましたよ いや見えてない見えてないや全然。なんで 60?70 回じゃないの見えてすか、ね。70は見えてきたね。うん、今回はですねあの、ちょっと前々回くらいにお便りが枯渇したと言ってましたが、おかげさまでお便りが届きまして。またお便りこじになるとか、ね。しかもね、ちょっと企画とかも相まってあの読むタイミングが結構遅れてしまって、あのいただいてから。 配信まで1か月以上経ってしまってちょっと申し訳ないなって思ってるんだけどあの結構濃厚なお便りが3つ届きましてそう今日はその内容についてね徹底取ろ、ね、うとこれねなかなか3つともこれいつ1本でいいくらいな濃厚さのお便りが届きましたので、うん、本当ありがとうございますありがとうございます それでは、お便り三通中、一通目は三重さん読んでください。はい、一通目は、空の海ネーム、しろくまさん。五十代の方からのお便りです。お久しぶりです。えー、友達って、何をもって友達なんでしょうね。本名を知ってたら友達誕生日にプレゼント交換したら SNS で繋がったら友達だよね、っていちいち確認しますそんな面倒くさいおじさんは、友達少なめですね。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、白熊さんね、あの一度お便り送っていただいて、はい。お久しぶりのお便りが、友達についてですよ。友達って何ですかねわかんない。けど、<laughs> 一応ね、考えたんですけど、ほ<う>私はあの2点ありまして、2点。はい。まず、僕が思う友達は、うん こう一方向じゃない一方的にこう誘ってるだけだと友達じゃないかなっていうのが一つでもう一個は、えっとね、確か大久保佳代子さんとか伊藤浅子さんが言ってたことだと思うんだけど何にも用事がなくても例えばご飯だけで誘えるご飯じゃなくても多分誘えるっていうのは友達なの。 あの予定とで用事があって誘うのは、えー、知り合いうんちょっと僕の客色も多少入ってるんですけど僕の中ではそれがすごく腑に落ちたので僕はそれはそうかなはい、はい、と思いましたそれ僕もなんか見たなそうなんか別になんとなく今日空いてるみたいなご飯が行かないって誘えるから仲良しみたいなあの二人仲いいですもんねね、うん。 あの二人と飲みたい、こんな普通のオカマが行っても飲めない。いや、みへんさん大丈夫。その、その大丈夫は、笑いながら、どう、どう大丈夫、分かんないけど。いや、なんか、一緒に五万円旅行とかしちゃうそう、なんか想像つくよ。想像つく。僕、結構芸能人ひよっちゃうからな。そう、あの、しろくまさんはね。あの、本名を知ってたら友達。誕生日にプレゼント交換した友達。ああ、そうそう、なかったら。で。まあ、あの。 友達だよねっていちいち確認しますっていうのを言ってますけど友達だよねっっていいいうのちょっと重いじゃないですかこれをネタで言えてるとしたらそれは友達関係で合ってると思うけどまあまあそうだねえっと会って2回目ぐらいで友達だよねっていう人は友達じゃないじゃない2丁目はあるか 2>, 2丁目でだから会うの2回目の人が「もううちら友達じゃん」って言って。 まあでもほら友達じゃんっていうことで距離を近づけようとするタイプの人もいるじゃないそうで、うん、そういう人の中には多分知り合いっていう概念があんまないあないよねそう苦手だった僕結構心のガードが硬い方だと思うのでおおって,てなっちゃってたな SNS でつながったら友達とは思わないなうん思わないプレゼント交換逆に言うと友達の方がしないかも うんうん、なんかちょっと距離がある人の方がなんか渡したりする時もある、うん、あとまあてか普通に誕生日近い時期に何か会うんだったらなんかプレゼントしようみたいなあでもプレゼントは自分が買うのが好きなのであの人何好きだっけなみたいなそのまあやっぱ基本的には好きな人っていうのが前提で好きな人に何あげたらリアクションしてくれるかなみたいなのを考えるのは好きだから。例えばうん 誕生日が近い人に500円のお菓子を、うん、あの渡して満足してもらえなかったら友達じゃないかもしれないねああはいはいはい、うん、プレゼントの値段とかその豪華さとかで変わるんだったら友達じゃないかもあげたプレゼントに文句言われたらね、うん、だし友達だったら 値段関係ないと僕は勝手に思ってるのであの高いのあげると相手が気を使っちゃう場合もあるじゃんまあそうねあうそ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 うわかるだから僕がオリーブオイルとかそんな,なんか変ないろいろ考えてくんですよあれだよねあの相手に気を使わせないようにっていうのも多分にあるのでの僕のパートナーのヒロシーにはマヨネーズあげてたよねそう別にあのねあの分からなくして袋を4つにしてお菓子とマヨネーズとオリーブオイルとあと 保この間4人合同バスデーみたいなやああたいのやったからねさすがにね誰か1人だけっていうのはちょっとあれかなと思って、うん、なんかあんまり僕は友達っていうのを考えないようにはしてるかなあの僕の場合ねトラの場合はあの、うん、やっぱちょっとお客さんっていうあれもあるので関係性もでもお客さんだけど友達になって人も山ほどいるしうん なんかそこをあんまりこう線引き、自分の中でもする気はあんまないかなって。こうやってポッドキャストの中で説明するときにあ、どうしよう、お客さんって言おうかな、友達って言おうかなとはちょっと考えるけど、うん。うん、あでも、その友達の基準っていう意味では僕は、えっ、ー、と、二人きりでご飯できる人は友達かな。うん。グループであの遊んでる人よりは、二人でちょっと今度二人で飲まないとか、うん、まあ飲むか。ご飯いう二人で飲むっていう関係の方は、 結構友達だからしたいって感じですかね。別に白熊さんへアドバイスする必要ないかなないんじゃないめんどくさいおじさんは友達少なめですね。てんてんてんみたいなあ。でも自分でめんどくさいって分かってるおじさんは友達できやすいですよ、多分。あ<ー>だって本当にめんどくさい人はめんどくさいって書かないなるほど。うん。じゃあ、いいか。うん、<laughs> そう。まあ、 友達少なめってことはいるもんねうん、ゼロじゃないか友達のキャパがあるじゃないですかその友達が多すぎてなパンクするみたいな人もいるだろうからだからね小学校入学の時にね昔は友達100人作りましょうってマツコ・デラックスさんも言ってたけど、うん、そんなの嘘なんだって、うん、多い方がハッピーとかないからそうね <laughs> 苦しいことの方が多いよはい 身の丈に <laughs> そうそうそう自分の身の丈を知ったらいい100人いて100人とも話せる人もいれば、うん、3人以上だと無理っていう人もいるので、うん、それはその人次第じゃない <laughs> うんそうですねで白熊さんあの僕が知ってる白熊さんだと踏むとあの素敵なおじ様なので三重と友達になろうじゃ少ないんだったら <laughs> 私も面倒くさいからいいんじゃないベクトルが違うけどね 面倒くさいにお, <laughs> <laughs> おはい、はい、白熊さんありがとうございました,いましたはい、次のお便りですはいこちらも久々ですね空の海ネーム直行さん30代後半の方ですいつもありがとうございますありがとうございますトラさんみえさんこんばんはエピソード65を拝聴した直後にお便りさせていただいてますエピソード65は浮気を推奨してる人になっちゃうよみたいな感じか あそうだあの僕があのパートナーのヒロシへの誕生プレゼントを <laughs> 行き先の選べる旅行のやつでいいかなって相談した回だやっぱ長島になったんだね、うん、恋人とのプレゼントのやり取りって付き合いが長くなれば長くなるほど難しいですよねさて付き合いが長くなると恋人でも友達でも嫌な言い回しとか嫌な発言がスルーできなくなってきませんか 自分は親密度が上が上るほどスルーできなくななくり、大喧嘩になりにます。かるスルーできた方がいいのかガツッとぶつかって白黒つけた方がいいのか分かりませんが発言にちょっと遠慮のなくなりがちなお酒の場でもスマートに過ごしていそうなお二人にぜひスルースキルをご教授だきたいです。 そう見えてるんだ一言五月とは思えない暑さが続いていますくれぐれもお体ご自愛くださいすいませんもう7月になりましたすいません <laughs> 今多分もっと暑いですちょっと読むの遅れちゃいましたがナウイくありがとうございますありがとうございますスルースキルありそうに見えてるんだね私たちねそうまず一点お詫びをね,いいいねはいあの僕は全然ないですスルースキルをご教示できるあの <laughs> 役柄ではない可能性が高いんですが。はい、はい、そうです、ね。想像の話をこれからすると思います。はい、<laughs> えー、僕も、あの、スルーできなくて、割と人とぶつかることをいだにあります。そうですか,うか。恋人でも友達でも、付き合いが長くなると、許せないことは増えます。僕、トラは。俺、そういうの嫌なの、知ってるよね。でんとかなっちゃう。 なん,ね、なんで分かってくんないのみたいなちょっと向こうへの甘えが増えちゃってでたまにそれが爆発してねあのそれこそ「トラスカ」でもエピソード53で私たちが <laughs> 不穏な空気を出した回もそれもあったと思うしなんか仲良くなればなるほど向こうに対してあれなんでこの人こんなこと言っちゃうんだろうあれみたいなのは増えるかも。<laughs> うん ちょっとさっきの友達の話じゃないけど、やっぱそういう意味で、友達って増えすぎて困るというか。まあそうじゃないうん。で、スルーできた方がいいのかで、なんか自分の中で溜め込みすぎて爆発するくらいだったら、小出しに、今のはあんまり良くないと思うんだけどっていうのは言っていいんじゃないのかな。多分、この文章を読む限り、直之さんスルーは、 難しいいと思いますすそうですね、うん、多んこ,この意味合いのスルーは完全スルーのスキルってことだよね。うん、完全スルーは、えー、ごめめんなささいい諦めてくださいでしょうね。うん、なので少し考えたのは、はいえー、ボクシングでフルパンチを出すとうん、うん、もう防御もないから打たれちゃうじゃない。うんうん、だからフルパンチでいかないこと軽いジャブを打つ。 一撃じゃなくてな、一撃しない。そう。はい,はいはいはい。はい軽いジャブだったら防御もできるし、うん、また撃とうと思えば撃てるし、うん、ぐらいなあの、それは余裕っていう意味なんですけど、うん、その方がいいと思います。で、軽く撃ってることによって、大喧嘩にならずに済むというメリットもあるので、大喧嘩をとにかく回避してください。軽いジャブの応酬で収めてください。怪我しないで。うん 確かにスルーって上辺上だからさあのスルーは形上できても心の中でスルーなんてもう年が上が,る上がれば上がるほどできない実感があるの。うんあの素性触れていいっていうことなんで言いますけど、はい、あの苗き、はい、さんお化け枕の。 なよきさんだと思うんですけど、あの、よくあの、お化け、ね、お化け枕の朝もんとも結構二人喧嘩するっていう話は普通に聞いてて、うん、なんか二人とも穏やかな二人に見えるから、喧嘩するんだって思ったけど、なんかこの文章来て、やっぱ信頼度が上がれ、上がってるからこそ、いや、そういうの良くないんじゃないって言い合える関係って意味では、悪い喧嘩ではないと思うんですよ。まあまあまあ。うん けんかしないに越したことはないけどなんか黙ってて溜め込んでみたいなで僕割とそっちもあるんですよね溜め込んじゃう時もあって、うん、で溜め込んじゃって向こう自分は我慢してるなって思った時になんか向こうが自分に対してちょっと攻撃的なことをされた時にあ俺こんなに我慢してるでこんなこと言われなきゃいけないんだって思って 絶縁し、ねうん、自分がもうこれ俺が無理だと思ってこの人といても自分があのプラスにならないと思っちゃってっていう自分が経験をしているからこそそのスルーって大人な対応だけど別に自分の自分自身の心には優しくないとは思うのでえっとねえー、嫌な言い回しが出てきた時に、うん そこに集中しちゃうのが問題だと思います。うんうんうん。だからそれはトレーニングというかもうそこに集中しないようにするしかない。はいはい、そこに集中してるから怒りがバーッと沸騰しちゃうので、うん、あ、言ったなと思って。うん、あ、言った言った。で、一回切ろう。うん、多分それがスルースキルに近いことなんだと思うよ。スルーはできないんで、うん、嫌な言い回しに 囚われすぎちゃうともうそこから止まっちゃうので、うん、まあできればそうじゃないことも <laughs> 記憶していくしかないんじゃない嫌な言い回しとか嫌な発言がスルーできなくなることに対してえとトレーニングの一環だと思って、うん、さっき話した理由とかでがあるんですけど、うん、なるべく話を長くしてください。 終わらせないようにしてください。ああ、なるほど。はい、それがいいです。短くしちゃうと、嫌なことが占める割合が圧倒的に多いんで、なるべく話を長くして、長くして散らすってこと散らす。なるべく短くしないこと。そしたら、怒ったけど、また戻ってきたになりやすいので、なるべく話を長くした方がいいです。そこで、バーンってなって終わっちゃうのはもったいないんで、もうね、引き伸ばしてください。薄くして はあはあ、おお。これスキルかもしれないそれスキルかもしれないな,なるべく意味ないことでもいいんで話を続けてくださいがいいかなと思ううん、うん、なんか今のみえさん良かった気がする話長くするとね疲れてくるんですよで疲れて終わったら疲れたっていうのだけ残るんで怒りとはまた別のものなんでほんと知らすから,らすってことだ,、ね、だからやめようって思うじゃん、はあ、そ,うそうです <laughs> あ,あでもいいと思いますそう僕ね恋人に対するそのことがスルーできなくなったに関してはちょっと次のお便りも関連してるんでそっちで言うので、はい、引き続きなゆきくんも聞いてもらえたら嬉しいですなゆきさんありがとうございました,ま,したまた会えるの楽しみにしてますそして最後のお便りです皆さん、はい、読んでくださいはい空の海ネームわかんのみほさん はい分かんのが平山美穂が中山美穂の美穂さん30代前半の方からのお便りです <laughs> 若い人な寅 <laughs> さん美恵さんおはこんばんにちはサイレントリスナーでしたがお二人に質問がありお便りさせていただきました私は昨年パートナーとお別れし 1>,、うん、1年ちょっと独身生活を謳歌しています、うん、仕事でへこんだ時おいしい料理を食べた時 わざわざ改まって誰かに話さないまでもなんとなく人に話したくなるような面白い出来事があった時などあこういう時に彼氏がいるといいなと思うこともあります<ー>ただ一方で現在は仕事も忙しく<ー>友人と遊ぶのも楽しいし色っぽい出会いに制約がない現状を快適に感じていたりもします<ー>お互いの時間の使い方や人間関係の築き方などを理解した上で ストレスなく付き合える相手がいれば最高なんですがそんな都合のいい人なんているはずもなしそんな勝手な考えで誰かとお付き合いするぐらいなら彼氏いらなくねと思う日々ですトラさんミエさんにとって一番理想の恋人との距離感はどういうものですか会う頻度体の関係金銭感覚などいろいろあるとは思いますが自分勝手に 理想の恋人との付き合い方を話してもらえると嬉しいです。トラさんは先日の放送で付き合っている意味についてお話しされていたので聞いてみたいと思いました。春の終わりが近づき、湿度が上がり、深い指数も上がってきたこの頃ですが、うん、どうかご自愛ください。一言、応援してますありがとうございますありがとうございますいね、サイレントリスナーさんが。サイレントリスナーさんだけど、あの、 ねええとね、僕、この人なんか誰か分かった気がするんだけどあの別に言わないでおきましょう。全然 <laughs>、はい、違うかもしれないですね理想の恋人との距離感ということで若野さんは今、独身を謳歌してて、うん、でも、はい、やっぱいざ彼氏いたらいいなって思う時はあるっていうことですね。私も一緒や幅 うんまあほら彼氏がいる良さと彼氏がいない良さ<あ>どっちもあるからうん、うん、でねそうあのエピソード65であのちょっと僕が付き合ってる意味を最近見出せてなくてみたいな話をしたんですね、はい、でまあなんかちょっと反響もあったんですけどそんなこと言わないでとかしょうね。<laughs> それは来るでしょうねちゃんと来た <laughs> と思うで でも僕、ちょっとこれ編集してたときにあ自分って付き合ってることに対して意味を見出そうとしてるんだっていうことに気づいてお哲学的に <laughs> いや、そう、なんか別になん,なんか、まあ、今ね、ねもうすぐこの配信された時期に多分ちょうど4年くらいなんですけど付き合ってたらね。もしで 変だよもうみそで言わないで <laughs> ああ <laughs> <laughs> 急に渋くなっちゃうから <laughs> そうでなんかまあ最初の頃はねあのこのトラス家電もあのすごい言い寄ってくれたから付き合いだしたよみたいなこと言ってたんだけどなんか自分の中で最近心境が変わってるんだなってことに自分で気づいてうん、うん、あのー、こ,れこれ本人にも言ってないからここで言うか ちゃんと身削るか <laughs>、えっと、この間ねあのうちのパートナーがあの音楽活動もしていて、うん、アイソトープラウンジであの店長のバースデーイベントで出てたんですけどはい、はい、ちょうどね前その前日に彼痛風になりまして出ちゃった、ね、出ちゃった,ゃったで連絡来てでそうなんかいろいろやり取りしてて、まあ、ちょっと心配もあって当日しかも痛風の痛い足で過本だから <laughs>。 うん、カホンで足使うから大丈夫かなって思ってまあライブねちょうど金曜日の夜中だったから見に行けてお店早上がりして、うん、で行った時にまあ僕は事前にね痛風だってね来てだからなんかどんな感じかなと思ったらあのステージ上で実は昨日カホンのヒロシが。 みたいなましたなみんな「痛風!」みたいなそういう,そういう扱われ方をされててあこういう感じなんだと思って、うん、僕そこですごく距離を感じたんですよ彼に対してほう。あもうこういうなんか痛風をみんなにいじられる人になってるんだみたいなこれで、ね、多分自分の中のメンヘラが発動したんですよ久々にその彼に対してねおお<ー>、うん、新鮮そうで ああそんんなな感じなんだでも心配もこんなにしてるんだみたいなだからすごいそう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 自分も不思議な感覚でへえって思って、うん、あまあでその日は別に別コードで帰ったんですけど、うん、付き合ってるのになんでこんなことができないのみたいなモードに今なってるのかなみたいななってんじゃないなで、まあ、おまあお互い様なんですけど、うん、その僕もお店をやってて。 まあ向こうもお客さんに来て、うん、で多分不特定多数といる場で2人とも会うって環境がもう4年ずっと続いている中で、ねうん、この2人この二人でできることって何なんだろうみたいなことをすごい考えるように最近なってて、うん、でそれでの,あの付き合ってる意味が見いだせないって言ったんだと思うんですよ、うん。そそれはは全部喋らないと、うん、その一言だけではバックグラウンドを、うん がの下支えがないと分かんないいいとかんわやでもほらうちその感想とかほ,ほとんど来ないからそういうこと言っとかないとたまにねそんなこと言わないでくださいっていう連絡来るだけでも嬉しいから、うん、たまにあの問題発言しといた方がいいとは思ってるんで<ー>したんですけどそう,そういうの全たねそ,そうそう,そう、うん、で,で交換日記は そうあの僕はあのパートナーのヒロシと、えー、交換日記を去年の向こうの誕生日から始めてエピソード12で話してますねエピソード12振る <laughs> <laughs> でまあただやっぱねんか月1くらいがどんどん停滞していって向こうターンで3か月くらい止まったりしてでそれもね1回言ったんですよなんか止まってるねみたいなあの。 優先順位どうなってますかみたいな話をして、そこら辺もだから、せめてそのまあお互い忙しいというか、僕より多分忙しいんですけど、忙しい中でも、せめてやれることをやらないと恋人じゃなくないみたいなのは僕はずっと思ったんでしょうね、その時は、うん。だから、忙しいから、せめてそういう。 すれ違わないために文章でやり取りをするっていうのが、うん、もうそれも滞ってしまってるのであれば、うん、付き合ってなくてもよくないっていう感じ、まあ、この<あ>そう、うん、この感じになるのが今回の恋愛では初めてだったから<ー>こういうこうなるんだみたいなちゃんとこうおじさんとしての意見がね <laughs> ちゃんと発動してるえい,いい意味でいい意味で,意味でい害じゃないい丈夫。老害じゃないじゃない意味 <laughs> い その場合はもうあの喧嘩してるからすまあそうだね叫んでるうんそうまあそこからちょっとまたなんかやり取りが増えて、うん、まあでも結果忙しいには変わりないのでまあでもそのまああくまでこうお互いに歩み寄るところは歩み寄りまあでも別にいいかってなったらきっと別れるだろうしみたいなそんな感じなんじゃないですかうんで僕はあの本当 付き合うのって奇跡だと思ってるんで、うん、特に特に僕は人と付き合うのって向いてる方ではないと自分で自覚をしているからまあよく付き合えてるなって感じよく付き合ってもらえてるなみたいな感じなのでまあ別に僕も一人身になったらなんか何しようかなとかも考えることもあるし、うん、みたいな感じなんですけどでそれを踏まえてこの一番理想の恋人の距離感で言うと。うんうん これは理想だから好きかって言んだよよいいとしたら僕トランポリンとお店、まあ、12時1時くらいに閉まる店なんですけど、えー、とお店を閉めてまあ結構酔っ払ってそのまま寝ることが多いんですけどたまにそんなにお酒飲まなくてちょっと飲み足りないなって時にも深夜の12時半とかに連絡して、うん、ちょっと飲み足りないんだけどさ近所のお店飲み行こうよって言って飲んで2時くらいに 帰るみたいなことができるのが僕の中の理想かもと思った。これ来た時に。それは友達ではダメなのえっとね、まあ今それをやってるのってアビコめ組なんですよ。ここのジングルの <laughs>。<laughs> <laughs> そうそうそう。いやだから別にいるんですけど、もし恋人としてそれがやれて、その若野美穂さんが言ってる。 なわざわざ改まって誰かに話さないまでもなんとなく人に話したくなるような面白い出来事っていう時にやっぱアビコちゃんだと話せる話題と話せない話題があまあそのゲイゲイじゃない問題やら、うんね、まあ男女もあれば、うん、まあ多分それはお互いにだから、うん、それが悪いってことじゃなくてまあ恋人に話さない内容で話せることもあるかもしれないしね逆もあるかもしれないけど、うんうん、そうなんだろうね、うん って感じかな。僕はだから理想だと、本当だちょっと、いや、今連絡してもきっと忙しいだろうなって思ってる今があるからこそ、それが理想になってるのかな、みたいな感じです。なんかマタニティ、違う。産後、産後打つの。産後主婦みたいな物言いになって <laughs> 最近あの、あの生きるとか死ぬとか、父親とかっていう、あのジェンスーさんの、はいはい そのドラマを見出したんですけど、うん、割とそんな感じでしたうんうん,なんかそれあんまり金銭感覚はずれなさすぎてたらいいかなって感じかなあえて聞きますがリスナーが聞きたそうなことリスナー代表で、はい、向こうの方が収入は上ですけどなんか 二人でいるときは別にお金そんな使わないかな。ああ、じゃあじゃあ。あの、あだから、行く場所は減りました。やっぱ、その二丁目に一緒に飲みに行ったとしても、うんうん、なんか向こうさんがあの、いろいろ、コカレロタワーとか、コカホンタワーとか、シャンパンとかやるの見てるのはちょっとしんどいなって感じなんで、まあ、それは別に友達と行けばいいし、うんね、みたいな感じじゃない。そうですね。行動、行動することはめっちゃ減りました。二人で。うん、まあ、 いたし方ない別にいもっともっと会いたいとかではないですうちは多分、うん、こなれたんじゃないかね、うん、そうですねこなれまあでも本当4年なんて人と付き合うの初めてなんでうんよく付き合ってますよ日々自己ベストを更新してるんだからそれだけですごいかんなえか ちょっとうさんくさいなと思っちゃって、うん、限りなくうさんくさいでしょ <laughs> <う>一回「はあ」って言ったから「<laughs> あれ疲れてんのこの人のこ」<laughs> はあそうそうそう,そうまあまあ <laughs> みえさんのターンでそろそろう,うーん合う頻度体の関係金銭感覚など僕あのこの3つ上がってるんですけどそれとは全く違うちょっと観点で申し上げるとあの 理想の状態2人が仲良くて理想の状態の時って、うん、何やってもいいんですようん、うん、結局無敵なんで問題はどっちかが体調が悪いだとかうん、うん、え気持ちが落ちてるとかっていう時にどうするかの話だと僕は思っているので、うん、まあそういう時にまあそんなに気を使いすぎない人だったら続きそうかなっていうのはあるかもねお互いにそっとしてほしいければそっと っっといてもらってもいいいててももららかなーぐらいななぐ感じなんであそう向こうが落ちてる時も向こうが落ちてるけどあんまり関わらなくていいような感じだったら関わらないしまあそれは会う頻度にも関わるよねうん、だからそうね距離感距離感っていうのを考え始めたら距離感あるってことだからねそうだねうんだから基本的に僕は距離感 っていうのを測り始めたらちょっと危険だなと思う人種です。会う頻度会う頻度うんやっぱり年齢を重ねていくと会う頻度は増えることはほぼないですね。まあうん、っていうのを念頭に置いていけばうん、うん、えちょっと理想の恋人と付き合ってるのを想像しますね。 週,やっぱ週末週1あったらもう万々歳じゃないうん 1> 週12、うん、番目の体の関係ねこれねこれはね僕もともとそんなにあの性欲ないんですよそうだよね多分、うん、だから年に3回その温泉が湧き出るようにって言ったのがもうひょっとしたら5年に1回かもしれないしだからやっぱり年齢重ねていくと減るんですようううんうん、うん っかね、えっ、ー、とそれはね合わないお互いに多分うん、うん、合わないから、えー、と無理に合わせなくて良い、うん、と思ううんだどっちかがめっちゃ性欲あってどっちかが性欲なかったら、うん、どうするか、うん。えー、もしだからみえさんが付き合う人がすごく性欲が強い人だとして外でやってくるのを推奨するか推奨はしないけど ダメって言えないななな多分、うん、そうだよよっってて言言ええいいねのと,、えー、っと多分そうなるともうセックスがスポーツみたいに僕なってきちゃうんで自分行かなくていいからお前だけ行けって、うん、だスポーツああのあのクリアするみたいなゴールみたいなそういう感じのふうに考えちゃうかもあんまり考えたくないな悩みたくないこのことではいはいはい だから忘れた頃に、うん、忘れた頃に寝れればいいよ、うん、だから昨日の夜やらない方がいいって言ったのにやっちゃったから翌朝二人とも具合悪くてねとかねそういうのは避けたいです <laughs> え <laughs> なるほど。急に実話っぽいこと入れて <laughs> 実っぽいこと入れたねそうだから今日は寝てちょっと酒飲んだし寝て翌朝休みだからゆっくりやりましょうみたいなのが僕は好きですなるほどねー金銭感覚 金銭感覚、金銭感覚、しょうもないところで浪費する人はちょっと心配だなしょうもないた例えば。例えば、ギャンブル。ああ、ギャンブルね。と、ご飯はカップ麺で済ませてるけど、なんか、50万のフィギュアを買いましたとかだと心配になるよね。あし 自分の生活よりに力入れちゃう人ねあでも月に50万余裕の金がありますって言うならそれは、OK、そね、うん、じゃなくてだったら他を節約してまで、うん、じゃあデート代もちょっと取引もちょっと危ういよねってなったらちょっと心配かな取引 <laughs> 危ういは危険だねそれは危険でしょう、うん、ぐらいですはいはいはいわかりやすい、うん、まあ僕は理想は本当なんか自分が会いたいなと思う時に会えれば会いたいなって思える人ならいいかな、うん 急に転生したそう相手一番最初はちょっとまずかったもんね <laughs> 若干 <laughs> そうそうそう若干悪い香りがした、うん、っていう感じです、うん、まあでも僕もちょ性欲は落ち気味なので、うん、そんなにあだからまあ向こう側めちゃめちゃ求められても困るしみたいな感じかないやもし今なんかちょっとイラッとしたらとりあえずあの相手さんの足を蹴るっていう 攻撃ができるので <laughs> しないけどね <laughs> 相当なことはないと <laughs> そんな感じでやっております <laughs> 果たしてその旅行会はできるのでしょうか今回は <laughs> ねぜひぜひ旅行デースイカイなども、はい、期待しておりますよ旅行デースイカイね、ええ、<laughs> いろんなカップルがいますっていうことのうちの一つとして 捉えていただいてほらたかの,のポッドキャストさんも「ラブラブ」とかあの喧嘩してるエピソードとかも載せてるんでうちはあくまでこういう冷戦状態ですっていう話で冷戦なのか分かんないけどね独特だよね、うん、カップルの中で金銭の授受が発生するとかもなかなかそうだし <laughs> それだけ言うとややこしくなるからお仕事いただいてるし僕は僕でお店来てくれてるからいろ、はいろ、まあ、とね、はい そんな感じで、やっておりますので。和漢、ね、の美穂さんも。まあ、でも、多分楽しんでるとは思うけど、まあ、たまに寂しくなるんだよね、きっとね。そうそう。うん、美穂ちゃん飲も。うん。飲みましょう。また、中三地でも。うん。うん。お願いします。はい。和漢の美穂さん,さん。ありがとうございました。 それではエンディングのお時間です。えー、引き続きの宣伝ですが、先月6月、僕、トラが、グリーンルームダイアログ、g ログに出させてもらってます。3回配信、このタイミングでされてると思います。収録の段階ではね、1本配信されてますが、みえさんは聞いたはい。あら、ありがとうございます。みえさんの話しといてよ。なんか、いろいろ話してたわね。うん 悪いことは言ってないでしょ。悪いこと言ってない。うん、なんか饒舌だったわ。楽しかったです。もうテツさんはね、うん、あのメインパーソナリティテツさんはいろいろ引き出してくれたんで。そう、テツさんのその MC というか、うん、その回し方が、うん、超絶お上手と思って聞いてた。うん、ああ、いやもうそれが伝わってくれたら。なんだろう、このコーナン折りまぜ方がその相手に対応する感じがすごかったから。うわ。 僕はちょっとそ何そソロでちょっとおしゃべりしたら僕笑っちゃうタイプなんで、うん、<laughs> 僕はちょっとねあの頑張んなきゃなと思いますねちょっとだけね「Mean in the Sky」も登場しているはずなのでそうなんだよね無事、ね、使わせてもらってると思うのでう詳しくはね聞いてないんじゃないそうですねあるらしいんだよ <laughs>、うん楽しみにしててくださいあの,ぜひあの感想ポストとかも <laughs> ジローさんの方もしてもらえるとあのちょっと他の ゲストの方より多分感想ポスト私少な、すっけなので今のところちょっとお願いですトラ。空の会の皆さんのお力を借りたいです。ぜひ感想ポストお願いします。ますそして7月の20日土曜日、7月の21日日曜日トランポリン8周年パーティーをやります。ぜひよかったらフラット。うちはあの飲み放題代だけで。 全然構いませんので、なんか最近や、やいのやいの起きてますけど、はい、ぜひ,ぜひあの顔出してくれることがプレゼントです。ぜひお待ちしてます。概要に載せていきます、詳細。8年だって、ねえ<ー>。ね <laughs> なんとか。そうよ。ね、はい、大変よね、税金とか。<laughs> 税金の話税金は大変よ <laughs> <laughs> パーティーの話パィーそうそう。あの 税金払わせてください。<laughs> あ、<laughs> ダメか。いチャイチャ。<laughs> <laughs> はい。トライロインザスカイでは <laughs> 空の会の皆様からのお便りを募集しています。概要欄の URL からお便りを送ってみてください。あの引用ポストとか、えー、高評価とかをしてもらえたりしてもとても励みになります。今日はなんかいろんな話ができましたね。ね,<え>ね。それでは次回も聞いてくれます。スカイ。ありがとうございました。ありがとうございました。